おー、マジかー。あと一個。もう一瞬ゴーストナイトやと思ったー。ゴーストナイトやと思った。はい、今日はもうそろそろゴーストキャラ使います。当たったんでも使っていきたいと思います。ゴーストリーパーですよ。レベル4。1で使いたかったな。それは俺が遅かったか。すげえ、飛び方やばいや。おー、やば。月光牙の影分身より速そう。はい、ということでやっていきたいと思います。しゃあ、ゴーストにはゴースト。ちょ、待って、死神三兄弟。死神じゃない、ゴーストリーパーや、これは。え、すげえ、何これ、この技。え、強っ。え、めっちゃ強い。いけいけいけ。でもほぼ兄弟みたいなことなってるで、これ。死神とゴーストって。死神っていうキャラもいるんですけど、めっちゃこれも兄弟見える。ゴーストリーパー、やばっ。やばいよ、これ。月光牙の影分身より速いやっちゃ。やば。速いですね。分身みたいなんだ。よっしゃ、宝箱取れた。すげえ、やっぱゴースト村でゴースト使ったらやりやすいですね。結構。同じ色やしな、オークと。しかも、今気づいたんやけど。ゴースト村のオークとほぼ一緒の色してます。ほぼですね、ほとんど。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。タコさんウインナーやりにくい。すげえ、もうこの武器の色がすごいです。色もすごいし、光ってる感じがマジほとんど 日本語おかしかった。ほんまに綺麗だと思います。このちっちゃいフレイル、やば。すげえ すげえ、このフレイル、ちっちゃ、ちっちゃいフレイル。うわー、強い。色が綺麗。なんか変わる。手裏剣とかやばそう。うおー、やば。手裏剣も結構やばいですね。手裏剣もかなり。うおー。ああ、もうこんな感じか。強っ。はい、ということで、今回はゴーストリーパーをついに使ってみました。これも、鎌も強かったし、フレイルも強かったし、手裏剣も強かったし、スローイングスピアも強かったです。しかも色が綺麗。そして、なんだこの影分身みたいないっぱいの速い動きは。はい、ということで、今回はゴーストリーパーを使ってみました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。